はい、プレイしていきたいと思います。サブナティカ、前回ついにですよ皆さん。オラオラじゃねえんだって、もうついにとか言っといて、ついにあれですよ、ビークルベイ見つけたんでシーモスを作れます。やっとついに長かったし、グラスが必要って言われちゃった。くっそー、グラスかよ。グラス I need グラス。グラスあるやん。よし、もういい、これでいい、これでいい、作ろう。はい、きたー、ついに。ちょっといけシーモス。ウィーン、こいつらすげえな、偉いな。こいつら10機、このさ、ビークルベ10、20ぐらい作ればさ、あれも作れそうじゃない、オーロラゴン。シモス沈んじゃう。 Welcome aboard, Captain. 来たー、懐かしのシモス。はいや、便利だわ、マジ便利だわ。これまだあれついてないんだよね。だよね。じゃあ次はムーンプールとシーモス強化するためのあれだね、モディフィケーターも探さなくちゃだね。とりあえず今回はダイヤモンドを探しに行きます。ダイヤモンド探して、オーロラ号の中にね、なんかあった気がするんだよね、俺モディフィケーター系勘違いかわからないんだけど、とりあえずね、どちらにせよオーロラ号の中は行きたいので、そのための、アイテム探し行きましょう。じゃあちょっとオーロラ号の方面一回行こうか。パワーシェルが多分転がってると思うんですよ。それをちょっと探しに行きましょう。パワーシェルのチャージャーどころか、パワーシェルが足りてないから、今。どういった？ちょっとオーロラ号じゃない、シモスが結構あった。シーモス行方不明と辛いわ。よいしょ、どこ？あそこ。行きまーす。イエーイ、早いね。幸せです。というわけで、オーロラ号に向かいましょう、とりあえず。ライトつけなくていいかな。つけたら多分バッテリーの減り早くなるよね。で、予備のバッテリーがないんで、ヘマしたら俺はこれは捨ててこないといけないです。乗り捨て。やっべえ、この声やっべえ。うわ、あいつか。よく考えたこれあれだよね。あの、なんか、タコ怪人みたいなのいるんだよね、こう。タコ怪人じゃないな。イカ怪人。タコ怪人でもないなっていうのはある。オーロラ号の主って言ってた人。やばいやつ、一発で死んじゃいそうなやつ、つか死ぬ。どうせな、あれとサイクロプスぶつけてみればよかったな、どっちが勝つのかね。一回やってみてもよかったな。あれ、どこだよここ。気になるじゃん、こんなん見つけたら。こんなん前あったっけ。ないよね、ないよね、こんな陸地。来たくなるじゃん、こんなん見つけたら。何もないとは知ってても。いや、バッテリーの無駄と知ってても行きたくなるって。いやもうこういうの見つけちゃダメなんだって。今はバッテリーか。うわ、入れそうなところ見つけた。思ったらただのあれだった。あ、ここ上がれるね。上がりましょう。OK、 乗り上げた。お前、俺のあれ壊すなよ。お、リチウムゲット。そう、リチウムを拾いに来たんです。何これ、なんかツリーとか。そうリチウムね、リチウム欲しかったんだお、来た、ダイヤモンド来た。わーお、
目標を達成したぞ、一応想定せぬ形で目標を達成したぞ。俺素敵です。この形で目標達成できるってし素晴らしいね。じゃあ一回帰ってダイヤモンドからあれを作って、それからあれしに行きましょうか。オーロラ号行きましょうか。とりあえずまあここを探索するのが一番最初だけどね。アップグレードコンソールフラグメント、何それ。シーモスアップグレードコンソールフラグメント、生きたー。もうなんていうの、もうねやばい、最高最高です。欲しいもんが全てあった、ここに。やべえじゃん、シーモス探そうよ。あでも暗くなるな、暗くなったらここ見にくくなるかも。今のコンソール早く見つけな、この近くにあるから。どっかもう一個ぐらいあるだろう。うわ、ふっか見えな。これで見えるかな、見えない。バッテリーがない。あった。見えない。どっかそこら辺にあると思うんで探しましょう。あと何個だっけ、何個でしたっけ。多分1個だと。あった、これだ、最高。あ、これじゃない。これじゃないんだって。これ違う。1番でした。ちょっとだけ焦ってる、ちょっとだけ。お、何これ。ああ、そう、そういうことね。はいはい。そういうことです。レシピがいっぱい出てきたわけです。ドキッとしてしまった。何、エラーでも出たかと思って。こんなにゴールドいらんでしょ。一回上がろうよ。ライトじゃないんだけど、別にチャージすれば使えるんで、これで行こうか。上がれないかな、上。ちょっと無理かもね。無理だね、これ上がるの、こっからは。こっちも無理かな。無理そうだな。リチウムこんなに必要でしたっけ。とりあえずこれだけ取るけど、インベントリフルって。うわ、すげえ。帰ろっか。洞窟見つけてしまった。行くしかない。行くしかないじゃん、こんな洞窟。お、ロボットで来いって感じかな、これ。あ、なんかすげえ。あ、秘密基地っぽい、かっこいい。これロボットで行きましょう、ちょっと。インベントリーいっぱいだから、これ以上なんか見つけても拾えないし。こっちだけちょっと見て。あ、上が照らせない、ダメだ。よし。一旦帰りましょう、シモスで。ダイヤモンドの手に入ったことですし、シモスのフラグ、あれも手に入ったから、ムーンプールがあれば強化できますし、もう欲しいもんは見つけまくった感じです。あっちだね、シモス。あとはシモスのバッテリーなんだけど、バッテリーちょっと持てないから、どうせ今は。ここも出て、で次オーロラ号の入り口探すときに、ついでにシモスのバッテリー探そうか。あ、こっちもあるじゃん、ダブリだな多分。そうだね、持てないからいっか。なるほど、シモスのアップグレードコンソールこんなとこにあるんだ。は何もない感じかな。なさそうですね。あとなんだっけ、マグネタイトだっけ。あ、これちょっと待って、これステオリチウム1個ちょっとね欲しいんだ。なんだっけ、マグネタイト。すっげえ、すっげえ欲しいもんが目の前にあるって、すっげえな。どこぞのゲームとは別だな。
タイプの存在気づけなかったんだよね、前昔多分目の前にあったんだろうけど、それがマグネタイトと知るの、あれシモスどこ忘れちゃった、知らなかったんだよ、多分目の前で何回もスルーしてたと思うね昔は。あれシモスこんなに遠かったっけ、俺は何をしてたんだ今。まあいいや、もしかしてシモス砂の中埋まっちゃった、あら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 シーモスが、俺のシーモスがどっか行っちゃった、乗り上げて降りるから、乗り上げて降りるから、やってしまった、やってしまった。というわけで今回はどうしようかな、もうこいつはちょっとやってしまったね。じゃあ今回ここで終わりたいと思います。で次回はどうしようこれ、一応一回ログしてみますけど、もし表に出てなければもう一回下作らないといけなくなりました。マジか、結構へこむな。乗り上げたところで降りるのは皆さんやめた方がいいですね。見てこの封印されしシーモス、中に入っちゃいました中に入っちゃいました。ここら辺で E を押したら入れたりしないかな、入れたりしなさそうだね。それはさっきスルーするわな、気づかねえもんこんなとこにあったら。ほらほらほら、ここだよ、このへこみだよ、これさっき止めたの。うわあいつがいる。というわけで今回はここで終わりたいと思います。よろしかったら次の動画見てってください。セシカでした。